レベル2については、まあ、膝下から、ミドルのポジションでパラレルの位置でキャッチができているかどうかで、レベル3については、まあ、フロアから、ボトムのキャッチができているかどうか、まあ、大きく分けて、まあ、こういう動作の違い、まあ、特にスナッチはなってます。そんなできてるのかどうかが分かんなかったので、なんかコメントもらえるとよかったですね。ああ、そうですか。なんか改めてで、同時進行で行いますので、ポイントとしては最初にオーバーヘッドスクワットを行います。はい、じゃあいきます。オーバーヘッドスクワットこのままでスタートください。ゴー。皆さんまだですよ。はい、OK、じゃあ立ちましょう。はい、2本目いきます。2です。はい、じゃあ立ちましょう。はい、2本目いきます。はい、2、はい、OK です。立ってください。はい、OK です。いいですよ。2、あとこう、肘の肩の高さが同じようなプルに なってしまう、近くなっている方がいます。はい、立ちます。さあ、チェックしてください。じゃあ行きまーす。はい、ゴー。はい、出します。はい、2回目行きます。はい、2、はい、出ます。はい、引いてください。これがこう、無駄にこう、例えば鎖骨の位置までこうグッと引き上げてるっていうことがなければ大丈夫です。体から離れることがないようにしっかりと引きつけてこの位置まで上げるようにしましょう。では膝上まで一度引き上げて膝下で止まって揃えて始めていきます。膝の下で構えてください。ではスタートにいきます。ゴー。はい、立ちます。ゴー。はい、立ちます。こういうキャッチの動作って分かりやすいんですけど、ジャグって差しっぱなしになりやすいです。伸びっぱなしじゃなくて必ずこういう股関節というか、はい、いきます。はい、もう一回いきます。いいですに決まりました。決まりました。決まりました。落ち着いて。いきます。よっ。近くっていうか、少しちょっと前でこうコントロール重要。内側で全面でコントロールして。行きましょう。行こう。よし。はい、オッケー。
です。なのでもうちょっと次ベスト更新でやろう。今58なんで頑張ります。すごい。ジョウ、おわー、はい、OK、 ナイス。出てました、本当ですか。一番最初に吹き始めないといけないタイミングも多分ずれてたと思うんで、今の多分迷っちゃうなんです。いありがとうございました。ナイス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 。すいません。はい、ケイさん、ラスト。ラストか。やってラストっす。これさ、上げる、上がらない。上がる。まず足から下が。下気味で受けた方がいいです。フリーに多分今から重くなると日本のポジションで受けると下がってくる。そう、もうちょっとだけ。やばい。よし。
スクリーン。おい。強いですね。ジャークはだいぶ余裕なんです。今最近でもクリーンがついてこないです。はい、させる。
はい、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 は